はい、ビッカメラ池袋カメラパソコン館の、3階段と伊藤と申します。まあ、前回ですね、高級キーボードっていうところで、まあ、動画を、上げさせていただいたんですけども、まあ、今回は、まあ、その高級キーボードを、まあ、もっと、まあ、より使いやすくするための、まあ、ちょっとグッズをご紹介しようかなというところで動画化させていただきたいというところでございます。で、早速なんですけども、まあ、ここにですね、まあ、みんなの憧れのですね、まあ、トープレリアルフォースっていう、まあ、すごいいいキーボードが、まあ、ここにあるんですけども、まあ、この商品って、まあ、打った時にですね、まあ、前回の動画でも上げてるんですけども、まあ、打ち心地っていうところが、まあ、すごい良くて、まあ、ファンの方が多いっていう商品になるんですけども、まあ、この商品でもやっぱりこうずっと使っていると、やっぱり手首が、ね、疲れてしまったりとか、腱鞘炎になっちゃうとか、やっぱりそういう悩みを、まあ、抱えてる方ってやっぱり結構多くて、やっぱりご来店いただいてるっていう、まあ、状況は正直ございます。で、前回の動画では、まあ、普通のキーボードを使ってる人が、まあ、こういう高級キーボードに変えることによって、まあ、指の疲れだったりとか、まあ、そういったのが軽減できるよっていうところを、まあ、お話をさせていただいたんですけども、今日はさらにそこからちょっとグレードアップさせていただいて、ちょっとお話をさせていただければと思います。注目していただきたいのがですね、キーボードの高さですね。まあ、こういう打ち方をすると思うんですけど、これよく見ると手ってこういう風に乗っかってるんですよね。なので、この手首が、こう、なんていうんですかね、ストレートに指を下ろすんではなくて、一回手が上に上がってから下に降りてるような、まあ、イメージになるので、まあ、ここが結構負担がかかるっていうのが、まあ、原因なわけなんですね。で、そこでですね、こちらですね。リストレストっていう、まあ、商品になるんですけれども、まあ、簡単に言うと、この高さを、まあ、調節して、まあ、よりキーボードを打ちやすくしますよっていうような、まあ、単純に、まあ、そういった商品になります。で、リストレストなんですけれども、まあ、正直、たかがまあリストレストって言っても種類は結構豊富にありまして、例えばちょっと今こちらにご用意するんですけども、ちょっと今大きく分けてちょっと3つご用意させていただきました。まあ、一番最初にご用意したのがまあこちらなんですけど、ちょっと持ってみてもらっていいですか。触ってみてもらって、まあ、ちょっとなんかふかふかした感じだと思うんですけど、で、次これちょっと触ってみてもらって、これなんかあのジェルみたいな感じの、はい、ちょっとあのちょこっと沈むみたいな感じですね。で、あとこれですね、これ持ってもらって、これも完全に木なんですよね。はい、まあ、要はもう柔らかさみたいなのも3種類ありますと。で、かつ、まあ、商品によってやっぱり高さがまあ若干違うっていうのがあります。で、まあ、ちょっとこれはですね、さすがにちょっと高さが高すぎるんで、ちょっとこのキーボードとはちょっと合わないなっていうのもあるんですけれども、例えばですが、この商品って、まあ、ほぼほぼこうぴったりなんですよね。まあ、実際にはこの木のリストレストっていうのはちょっと別メーカーのものになるんですけれども、まあ、こういう高級キーボードに合わせたこう高さのリストレストになっています。で、こういうものを使った場合、まあ、簡単に言うと指だけ下ろして打つことができるので、手首への負担っていうのはすごい軽くなります。やっぱりこういう持ち方ではなくて、そのまま指をこう下ろしているような感覚になりますので、長時間やってる方っていうのはすごい、まあ、疲れっていうのは軽減できますし、やっぱり腱鞘炎でお悩みの方とかだとすごいおすすめな、まあ、商品になっています。で、先ほど申し上げたこの3つの商品の、まあ、違いなんですけど、まあ、単純にその柔らかさが違うっていうのは、まあ、それはそれで合ってるんですけども、例えばスポンジ系のものっていうのはこう触っていただいた時のやっぱ感触がいいんですよね。あの柔らかい肌触りしてますので、どうしてもこういう硬い部分に手首を置きたくないなっていう方に関しては、こういうスポンジのものを使っていただいた方が、まあ、やっぱりまあ感触がいいとですね、まあ、作業もはかどるかもしれませんし、まあ、やっぱり本当に好みでやっぱり使っていただく方は多いような商品になります。ただ、このスポンジの商品の、まあ、これは、ちょっとまあ私が思うっていうところであるんですけど、まあ、弱点を1個お伝えしますと、やっぱり、キーボードで木を打つっていうことは手首沈むんですよね、これ。この弾力がありますから、その分沈むんですよ。まあ、これはちょっと高さ合ってないんであれなんですけども、例えば高さがぴったり合っているクッション性のものがあったとしたら、そこに手首を置くってことは、本来は高さが合ってるはずなんですけど、結局沈んじゃったりするんですね。そうすると高さが合わなくて、まあ、結局こういう状態に、手を置くことになってしまう場合があります。なので、クッション製のものを買おうと思った場合は、
ぜひまあ使っているキーボードの高さをまあ考えつつ、まあ、どれだけ沈むのかっていうのをお店でこういうふうに体験してもらって、まあ、買うといいかなというところでございます。でジェルのタイプもまあ同様でございまして、まあ、このスポンジに比べればまあ沈み方は少ないんですけれども、やっぱりまあ若干こう沈む部分があります。ただジェルのタイプっていうのはまああれですね、季節によってはまあ使いやすかったりしますよね。例えば夏場とかだと、まあ、どちらかというとこういうスポンジってすごい暑いのでやっぱり使いづらいっていう部分があります。で結局使わなくなってこうどかしちゃって手首痛くなっちゃうみたいなことあるんですけども、こういうジェルのタイプだと、まあ、熱を若干スポンジに比べれば持ちにくいっていう部分がありますので、まあ、夏とかは使っていただくのは全然いいかなと思います。ですが、まあ、私がやっぱりおすすめしたのはこの木のタイプですよね。で木のタイプってもう正直もうオールシーズンやっぱり使えます。まあ、もう服みたいな感じで言っちゃってますけれども、まず、まあ木なので暑くもならないしすっごい冷たくもならないですよね。なので不快感が正直ないです。なので硬いのが嫌だっていう人はもうしょうがないんですけれども、あのそういうところにこだわりがなくて高さを調節して、まあリズミカルにしたいなっていう方にはもう本当におすすめです。まあ、私もまあこういったですね木のタイプ、沈まないタイプっていうのを家で使ってるんですけども、本当に例えば誰かとチャットしたりとか、まあ本当に Excel とか Word で文章打ってるのもそうなんですけれども、本当に疲れないですね。まあこの商品なんですけども、ちなみにこれフィルコっていうメーカーのキーボード、まあ高級キーボードのメーカーがあるんですけども、そのメーカーがまあ出しているリストレスなんですが、実は3つあります。長さが違うんですね。でこれって、まあ、実を言うと先ほどやってましたけど、これ実はこれ横幅がフルキーボードっていう、まあ、この10キーがちゃんとついている商品の横幅に、まあ、適したサイズでまず一番大きいのが出てますと。でちょっともう一個今日キーボード持ってきたんですけども、例えばこれちょっと一回り小さい10キーの部分、数字の部分を省いたものにこうぴったり合うもの、あちなみにちょっとキーボードはないんですけれども、まあ、この部分がない用の小さいものも出てると。なので今使っているキーボードに適したサイズでも買うことができるという商品になります。まあ、やっぱりですねキーボードからはみ出ちゃったりとか、あとは逆にキーボードよりも小さいものを使っちゃうとやっぱり見た目的にもあまりよろしくないので、やっぱり自分のキーボードの大きさに合ったものが買えるっていうのもすごいポイント高いです。これはあとはですね、まあ、このリストレストすごいおすすめなんですけども、先ほどのちょっとジェルのタイプですね、これです。これちょっと特殊なんですけど、これ分離してるんですよ。まあ、もちろんジェルでもあのこういうふうにあの1本になってるようなものもあるんですけど、こういうふうにばらけたやつっていうのは、まあ、単純にですね人間ってやっぱ肩幅とか人も違いますし、なんで手 の, あの広げ方っていうのも違うと思うんで、あとはどれだけ手を引くかとかっていうのもあると思うので、この幅を調節して自由に、例えばちょっと広くしてこういう風に打つこともできますし、近づけてこう小さく打つこともできますし、こういう分離型っていうのはあの人によってはすごい使いやすいかもしれないですね。なので、まあ、いろんなまあリストレストっていうのを、まあ、このカメラパソコンからご用意してますので、まあ、実際に、まあ、キーボードの時も申し上げたんですけども、やっぱりまあ、展示機でもいいのでちょっと使っていただいてですね、まあ、自分にとってまあどれがまあ一番使いやすいか、まあ、使っててまあ負担が少ないかっていうのを確かめていただいて、まあ、ご購入いただければ、まあ、もっとですね、まあ、より良いなんですかね、まあ、パソコンライフを送れるんじゃないかなというところで、まあ、今回はこのリストレストをご紹介をさせていただきました。まあ、再三言いますけれども、あの私の推しはこれです。この木のタイプは本当にあのお客様にご紹介しても、まあ、本当にこんなものあったのかと、あセットでやっぱり買った方がいいよねって結構試していただくと言われることが多い商品なので、まあ、ぜひですね、いやこんなのあってもしょうがないよって思うかもしれないんですけど、まあ、まずは一回ちょっと触ってみていただいて実感していただければ良さってわかると思うんで、はい、それでは今日は、キーボードの、アイテムですね、このよりよく使えるこのリストレスト、ご紹介をさせていただきました。まあ、これからもですね、まあ、正直、まあ、いろんなメインの商品というのも、まあ、ご紹介はしていきたいと思ってるんですが、まあ、やっぱりあのメインの商品というのは、まあ、いろんな方が結構動画上げたりとかっていうのもあると思うので、
まあ、その商品をまあよりよく使えるような商品というのもまあこういうふうにいっぱいありますので、まあ、そういったのを中心に上げていければいいなと思っておりますので、まあ、ぜひともですね、まあ、次もまあ動画見ていただいて、まあ、まずこちらのお店に足を運んでいただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、パソコン館の伊藤がお送りしました。ありがとうございました。